はい、どうも森蔵です。今日もエースコンバット7やっていきたいと思います。若干鼻声です。よろしくお願いします。今日はキャンペーンのミッション16いきたいと思います。ミッション16最後の希望です。はい、飛ばします。敵はなんだ、あ、やべやべ、聞いてなかったまあいいや、行ってみよう。ここは分からんので X02 で 02S と 4AM で行ってみましょう。とりあえずストライダー隊、滝信号を強化する。エルジア軍将校を護衛せよだそうです。護衛か、また難しいな。多分グリフェンで行った方が良かったかな。上空の大仕上げ、こちらは大仕上げ軍カール隊員だ。飛ばします。あー、これか。ミスった、機体絶対ミスやわ。市内は内戦状態だ。エルジア軍同士打ち合ってる。これか、一番だるいやつ。だるいって言ったらなんだろうな。はい、しっかりやるよ、しっかりやるよ。映像処理するよ、映像処理して早く、早くしてくれよ。その間に撃たれても逃げ回るしかないな。そうだ、攻撃前に必ず識別しろ。早く識別して、何してる、識別して早く。戦争にはなれません。しかしそれを差し引いても今夜の街は異常です。遅いな。戒厳令下の街に銃声と爆発音、そして戦闘機の音が響いています。あなた方は違うの、違う違う。指示はないが識別しろ。戦術端末を確認しろ。了解。敵やこれは。難しいぞ、なかなか。これよりアンカーヘッド市街地に入る。見る目視覚が増える。護衛対象を見失わないよう注意しろ。この護衛の製品によって戦争の終わりが変わる。了解した。はい、敵。ああ、君も敵。ストライダー隊、ルート上にいるアンノンを識別してくれ。どこだよ。お、危ねえ。あ、こっちね。エルジアだ。やば。失礼。味方。あ、撃ったけど大丈夫？はい、オッケー、次。こんな感じでいいのか？果たして。はい、識別するよ、早く。敵。はい、あの海に、海沿いのやつは敵と。次。了解。左にいますよと。はい、奴らは、奴らはどう、奴らはどうなの、味方。いやー、きついな。当たる、あ、当たった。よし、敵なし。お、終わった。アンカーヘッド市街地を抜けた。降下したら国道200号。
たいな。誰やねん。分かってる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 。味方。敵か味方か。さらばだ。クリーンな戦争なんてもんがあるはずないこと思い出させてやれ。敵か味方かわからんかったけど撃っちゃいました。開戦当初のクリーンな戦争の印象はもはやとくれない。あれ敵どこ行った。特質。じゃあとりあえずあれやれますか。あぶねー当たらんかった。了解でーす。さああれは敵か味方か。さてあなたは。よし次戻りますよと。あったあった。ミサイルを発射。うわミスった。もったいない。これですよ5射。てか味方めっちゃ撃つけど全然破壊できてない。しっかりしてくれよ。ほらほらほらこれ。あーはいはいはい。なんとかセーフ。あんたらはですよね。あ撃っちゃった。あミスった。やばいな。多分味方かな。どっちやねあんた。どっちや。どっちや。おい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 。もうすぐ7号を目立ちに入る。ここを通過できればランデブーポイントのグランダーパークは目と鼻の先だ。はいはい了解了解。敵なし敵なし。もともと海戦を主張したのも戦線を広げたのも若手のエンジニア将校たちだ。彼らは厳しい方と呼ばれているから彼らをそうも見せば。さあどっちだ。メルカ人から借りた技術力がある。実際海戦はいはいはい進行方向が想定以上の戦果を上げた。反対ね。了解了解。飛行機は人が飛ばすものだ。違うか。上で君
はいはい、了解了解。えい、敵発見。またフリーエルジアを名乗る武装集団が確認された等が刺され、所属不明の部隊が予定ルートを塞いでいる。報道がない、嫌な予感がする。スパイダーマン、目標を捕捉。車両の破壊を確認。多分敵、多分敵。あ、敵じゃないかも。やってるよ。これは味方っぽいな。マジか。マジか、だった。場所なんてないだろうが、これよりアンカーブリッジを渡る。途中隠れる場所はない。面白いじゃねえか。首都陥落を機にエルジア軍内では主力系争いが再び起きています。ここに逃亡者が入っている。あの選手はエルジア軍だ。速やかに排除してくれ。ああ、はいはいはい、分かった分かった。分かってんだよ。まあ見とけって。やった？あぶねえ、あぶねえ、あ、落ちたー。これですよ。最初からちゃう、これ。またフリーエルジアを名乗る武装集団が確認された等が刺され。あ、最初からじゃなかった、よかったー。あ、撃っちゃった。注意、敵に捕捉されている。無人機の行動に危険を感じたら撃ち落として構わん。その通りだぜ。よく人手跡を抱えれば足を渡さないんだと言っている。彼らの人の音、悪くもだ。どうやって味方を見分けるんです。そこも敵だらけだ。ケジョン、代わりだ。もともと9時には通信機を切らずこちらが動いたのだ。はい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 、サクッと終わらせよー。さらばタンク。護衛対象が攻撃を受け停車してしまっているぞ。了解了解。撃たれる前に支援してくれ。こちらはそれほど頑丈な車両ではない。カール隊員、ランデブルポイントは変更された。あ、ミスった。目標指定の残酷伝える263-1-99-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 
何言ってんだ、安全な場所なんてないだろうが。7号埋め立て地の放射群、こちらは AWACS ロングキャスター。トリガー、今のは放射群だ。識別前の攻撃を禁止する。アンノンも攻撃するな。これよりアンカーブリッジを渡る。途中隠れる場所はない。面白いじゃねえか。ここに装甲車、いつの間に。どこ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 、速やかに排除してくれ。それが VIP のピンチだ。敵を引き通そう。敵から撃たれて、なんとかして。うっそー、当たっちゃった。首都陥落を機にエルジア軍内では主導権争いが再び起きています。ひでえ状況だ。ラジオの対象と話は合わせやすい。拡大の主張席は強進化と今一時刻に行こうか。カリファソから撃ったくれ。ありがとう。前にいた部隊の心だ。心配するな、しっかり貼り付けてやろう。
ああ味方撃っちゃった。了解した。こいつか。お前が攻撃したのは味方だ。はいはい、識別前の攻撃を禁止する。これ以上はまずいぞ。了解了解。注意、敵に捕捉されている。ストライダー1、目標を破壊。よし、やってるやってる。はい味方。はいはい、よし、あと出口に寄ったかな。確かそこの機体はどっちだ。お前はどっちだ。敵か味方か。味方や。めっちゃ撃ってくるやん。おい、ストールちゃうでー。はい味方。いやー次多分撃墜とか味方撃ったら多分ミッション失敗です。トンネル出口に戦車と APC だ。先回りしてやろう。ウェイライさんと鉢合わせする前にな。こっちか。あいつか。うわやべ、危ない。やばいよ、撃たれるよ。やばいよ。わかってるって。やめやめやめ。はい味方。味方味方。よし、さあどうだ。よろしい。いやーなんとかクリアですかね。やっと着いたかおっちゃんよ。イエス。とりあえずクリアかな。まだ来る。正面攻撃は禁止。了解です。おいおい、女の子が乗ってるのかよ。
官人がいるというのは本当のようだ。ああ、あの子が軍人じゃない限りな。攻撃はなしと。カメラの映像で確認した。輸送機とその護衛機に見える。さあどうする？ロックオンだぜ。戦闘の意思はない。ノクタスローブ、状況を教えてください。分かっているとは思うが、民間人が搭乗している連絡機は攻撃するな。じゃあこれで撃っちゃダメですね。さあどうする？さあどうするんだみんなよ。おっと、敗戦かい。どうすんだよ。血が敵か、危ねえ、撃つところだった。これで撃ったらもうアウトやな。特殊変装で撃ったらアウトっす。これは外さないよ。慎重に狙うんだ。あったあった。やった。いいぞ、ストライダー1が敵を仕留めた。まあ見とけって。あぶねえ、ターゲットだった。よかった、さよなら。ラスト1機、さよなら。まあこんなもんですよ。何？あ、まだおった。さらばだ。うわ、当たったし、マジか。敵戦闘機は全て排除した。もうあの連絡機は安全だ。はい。いや待てが多すぎるや。まだやるんですか？あの連絡機についてた護衛機からレーダー照射を受けた。君らの方へ向かっている。はいはい、いいよ。メソ、エルジア軍機、メソ、こちらにその連絡機を攻撃する意思はない。攻撃をやめろ。このチャンネルで聞こえるか、ロシア機。その青い人たちは無人機だ。現在完全に別物で完成されている。つまり今の状態ではなく、自分で考えて撃てる状態だ。なんだって？こちらとしては撃墜するしかないということだな。レベ、仕方がない。ウェポンズ B、 防衛系の攻撃を許可する。はい、やっとか。了解した。ミルコ、やばい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 。なんで作ったんだそんなもん。作ったやつは大バカ野郎だな。さらばだ。次さらばだ。さようなら。え、強いな。
めっちゃ来るやん。え、こんなに敵来る？きつ。いただいたかな。よし、ういー、長いな、そろそろ終わりたい、もう飽きたよ。敵の背後を取った。いただいたか。よし、はい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 、よー、5機も早いな。うそ、多分行ったかな。行ってないな。動きが遅い。よしよし、いやー、終わりましたね。一発食らいました。一発二発くらい食らいましたけどね。よし、全ての敵を排除した。これは主に空戦、大地もあったけどな。でも最初のところは通常標準ミサイルで十分戦えたんでね。この機体でも問題ないと思います。よし、終わりっすね。そういえば X02S のスキン、かっこいいスキンの出し方調べたんですけど、他の機体すべてのスキンを出さないと、あ、ネームドキか、ネームドキを撃墜しないとダメらしいですね。ランク B です。いやー、なかなか難しいですね。はい、というわけでね、ミッション10なんぼや16終わりたいと思います。ランク B でした。17、18、19、20、あと4つですね。サクッと終わらしたいと思います。明日以降に。では降ります。チャンネル登録よろしくお願いします。では降ります。ありがとうございました。